これ完成するまでいろんなこう試行錯誤が。そう。なるほどね。やってまいりました、プラザハウスの、はい。いただきます。ワイルドに。わ、名札のこういう感じなんだ。頑張ってね。はい、よろしくお願いします。宮島真一です。ミキトニーです。コザ Q&A、ミキトニーに。任せろ。コザの、スターって何？え、かっちゃん的な？あ、それもそうだね。うん、で今回のコザスターっていうのはね、はい、まあ物なんだよ。物。あ、コザスターの話？そうそうそう。あれ？コザのスターっつうからさ。あ、そかそかそか。なんか錦の明的なものを思い出すわけよ。あ、台本通りだ。コザスターって何っていうところから今回のテーマはそのグググイッと。このコザスターについていくわけね。うん、コザスター今日はみんなチェックして、もうぜひ手に取って。そうね。買ってほしいしね。まあ、何があるんだろう。おー、すごいよ。すごい。美味しいし、かっこいいし、綺麗になる。ほう。コザの裏側。沖縄市役所にやってきましたよ。さあ、早速いろんな話を聞きたいと思います。どうも、こんにちは。こんにちは。ヒーローさん、元気？あ、元気です。久しぶり。お久しぶりです。今日何してんの？今日は仕事してます。あ、やっぱり。今日も仕事してます。今日もやってる。今日も仕事してます。今日ね、聞きたいことあるんですよ。はい。コザの裏側でね、何度かも見かけてるの、このコザスターの商品をね。そもそもコザスターって何ってちょっと聞きに来ました。コザスター、うん、コザスターとはですね、厳しい審査をくぐり抜けて認定された沖縄市が誇るトップブランドの商品たちです。ほー、なるほど。何度かね、すでにね、この変なひげのおっちゃんのところに行ったりとか、あ、はい、あのクラウンホテルに行ったりとか、はい、いろいろこう見させてもらってますけど、今日もね、3つぐらい今日また回ってこようかなと思ってるんですよ。はい、うんうん、なんか出たがりだね、みんなね。みんなで、あ、一緒に行かないよ。ちょっと仕事するんで。あ、仕事しちゃうの。あ、そう。今度メールするね。うん、じゃあもう早速行ってくるよ、もうね。はい。じゃあね。じゃあ。うん、またね。いらっしゃい。コザの裏側。じゃ、来ました。千恵さん。はい。コザスターおめでとうございます。ありがとうございます。すごいですね。頑張りましたよ。これ、ほら、これ。うん、そう。出ましたですね。はい。食育研究家、はい、年美智子の沖縄薬膳花味噌、はい、そうです。もう味噌一筋ですからね。材料をこうパッケージにしたんですよ、うん、あ、なるほどね。そうそうそう、これ、ね、これ玄米、うん、黒ごま、黄大豆、黒大豆、ハト麦です。これ完成するまでいろんなこう試行錯誤があったと思うんですけど。そうですね、28年前からです。は、最初はね、うん、あの味噌はあの麹、うん、あのあれだけですね、うん、お米だけですね。ほう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 。白米、うん、白米って白い米って書くでしょ。そうですね。返してごらん、へんと作るよ。カスって読むんですよ。はあ。それでもったいないって、なんでカスになったのかなって、ぬかを抜いたからカスになったんですね。なるほどね。でぬかを入れたら米へんに健康の幸って書くんですよ。なるほど。それでやっぱりあの玄米を使おうと思いましたね。でも玄米完全食品って言われるんですが、うんうん、それに、ね、普段食べれない黒大豆だとか、うん、黒ごまとか、うん、ハト麦を入れると、うん、やっぱりその持ってる穀物の力をアップするんですね。そうすると、はい、そう、みちこちゃんみたいに、そう、元気になるのよ。なるほどね。噛み合ってないかったね。噛み合ってなかったね、ずれちゃったね。大丈夫ですか。じゃあ早速ね、はい、じゃあ実際どんな味がするのか味見ごわしたいですね。カチュウ飲んでみる。一番わかりやすい。コザの裏側、イエーイ。では、はい、どうぞ。はい、もう、しみる。五臓六腑に。うわ、ほんとそうですね。ねえ。ちょっとね、僕昨日ちょっと飲みすぎちゃってね。あら、かなりきますね、これ。でしょ。いいですね、止まんない、これ。そう。うんうん。みちこさんにとって味噌とは何ですか？飲水やヤーヌの牛です。お家族を守る、うん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 、そのお味噌があるから、うん、お母さんってこう、はい、そうですね。こう食育をやっていくっていうことで、はい、みんな生きるためにもちろん食べていかないといけないわけなんですけども、はい、どうせ食べるんだったらね、はい、こういういいのをですね、そうなんですよ、ね、はい、コザをですね、うん、やっぱりみんなが健康にして、うんうん、食べたもので体作るわけですから。そうですね、食べたもので命作るわけでしょ、うん、血液も筋肉も、うん、頭も心も、うんうん、ですからこれがもう一番大事だなって。これでコザは安心だと思いましたよ。千恵さんすごい生き生きしてる。そう、目がもう
すごいもん、スターの目ってこういう目なの。そうですか、ありがとうございます。小田の裏側ちゃん、なんかね、年のせいもあるのかもしれないけど、しみるでしょ。しみるのはあの味噌汁っていうのが前さ、うん、この小座の裏側でソウルフードってやったでしょ、うんうんうん、私ジューシーって言ったけど、うん、カチューユヤッサーってちょっと思うね。なるほど、もうこだわりのこだわり抜いた味噌、まあ見てた方はね分かると思いますけど、いろんなこう種類のものが入ってて、でそれをシンプルにいただくのにカチューユ、やっぱり一番ねお味噌のこの本来の味を引き立たせるというか、うん、感じれるのはカチューユなんでしょうね。みちこちゃんのところに行かないと買えないから。これでもあそこさ、うん、あそこにあったんだって感じ。みちこちゃんがさ、うん、いらっしゃいって出てくるから、キラン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 、ちゃんと説明してこの、 あの味噌の良さをね、うん、あの美味しくいただけるようにこういう風に飲むといいですよっていうね、はお話を聞いて、まあ、ファンになってもらって、あのいただくともうより一層だよね。そうそうそう、やっぱみちこさんの思いも伝わるし、これはね皆さん飲む価値めっちゃある、ねえ、うん、で今回、まあ、あのコザスターに認定された、うんうん、そう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 、あそう、すごい人いっぱいいるねえ、知らなかったよ、うん、本当に。小座の裏側、イエーイ。やってまいりました、プラザハウスのフラッグシップ沖縄でございます。いらっしゃいませ。どうも、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。やっぱりね、おしゃれなところだからさ、はい、ちょっとあのほら田舎だからちょっと緊張するんだけど、俺が入っても大丈夫？あ、大丈夫、全然大丈夫です、はい、さあ来ました、小座スター。こちらの九眼一円スコの方は、うん、あのもともと、九眼一円スコを作ってる会社があったんですけれども、うちの方でちょっとあのそのパッケージの方をプロデュースさせていただいて、うん、でプラザハウスであの販売しているチェンスコなんですけれども、うん、なるほど。こちらが、はい、あの実際こういうふうにこの中に、うん、あのこの袋入りで一つずつ入っているんですけれども、はい、これはあのお客様にもそのまま試食でお渡ししているので、はい、すごいね。これまたデザインもいろいろ細かいですよ、ね。あ、そうです、ね。何が描かれてるんですか。これはあの元々琉球のこの象徴的な王冠だったり、うん、このクイナだったりアグーだったり、うん、そういったあの沖縄に元々古くから、うん、あの使われているものをこのロゴとして、うちの方でも、はい、象徴的なロゴとして、なるほど、ね、はい、おしゃれだよね。はい、シャレオツでございます。じゃあいただきますよ。はい、この開け方もあるの。開け方はどうぞご自由に。はい、いただきます。ワイルドに。わっ、見てごらん、これちょっともうリッチな感じでしょ、うん、いただきます。はい、うん、うん、これは優しい味だ。はい、ありがとうございます、ね、美味しい。なんかもったいないぐらい、開けるのもったいないぐらい可愛いんだもんね。はい、どうぞ。ありがとう。どうですか。美味しいです。美味しいね。うまっ。小座の裏側。はい、来ましたよ、今日の小座スター。3軒目はタイガー演舞さん、浅田さん、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。これですね。はい、うん、まさに小座スターを撮ったもう作品ですね。あ、はい、ありがとうございます、ね、これ撮れたって時はどんな感じでした。いや、撮れると思わなかったんでびっくりしました、うん、あのね、番組見てる人もね、このパーカーベニューを通ってたらね、もう昔からあるからね、ハンバーガーももちろんみんな知ってる人も多いと思いますけども、何年ぐらいやってますの。今年でちょうど50年になります。50年ですよ、はい、でこんなもんすごいですもんね。全部ここで作ったオリジナルのもの。そうです、ね、噂に聞いたらね、昔は NASA の、ね、うん、乗組員が着るやつですか。あ、まあ、そうです、セイビーだと思うんですけど。あ、セイビーの方、まあ、あのヒューストンの方から注文いただいてました、こちらヒューストンから。はい、すごいねで、またこういうバッグも作ってると。あ、はい、今後またいろいろ商品開発なんかも。そうですね、あの、うん、お客様の要望で作ってるんで、うん、まあ、そういうあの依頼があれば頑張りたいと思います、うん、これいいっすよ、うん、これはこうやってもいいし、そうですね、こうやってもいいし、こうやってもいいかね。はい、ありがとうございます、うん、これでおいくらでしょうか。これで13,000円ですね。そこなんとか買い上げでありがとうございます。ある、ある、あ、
浅瀬さん、はい、あと何か忘れてません？あ、はい、もう一点、バゲージテープですね、はいはい、こちらはあの、まあ、名札的なタグなんですが、こちらに個人名を入れて、まあ、好きなデザインで、制作しまして、あとこういったカバンですね、こちらにボタン式でこういうふうにぶら下げられるようになってます。まあまあ名札のこういう感じなんだ。バゲッジタグ？バゲッジタグです。あ、かっこいいね。はい、あとそうドルも使えるんだよね。そうです。円とドルで対応してます。ありがとうございます。あ、麻生さんあれ何？はい。待ってよ。キーワードはコザスターというわけで、はい、あのものづくり、うん、本物の本当に喜んでもらえるのをこだわって作っているというのが分かったと思う。分かった。リッチンスコーさ、あれ美味しいでしょ。あれ粒食べたことあるよ。すごい高級なのよって感じ。パッケージがもうすごいディテールにこだわってる感じだったさ、うん、バッグタイガーエンブさん、 NASA から発注来るってすごくない？相当すごいよ。よく言われるのネタいけるんじゃないかって皆さんからね、そうこのメールなんかも送ってもらったり、なんかちょいちょい届いてるらしいですけど、そうそうそう、でもちょいちょいなんだって、はい、でも本物がたくさんいるっていうことを知っていただけたかな。ちょっとでも誇りに思うね。本当そういう街に生まれ育った身としては、まだまだこれからもコザスター出てくると思う。間違いないね。楽しみです。そうね、ほぼ103枚来てます。だから俺この間さ、はいはい、ジョギングしててあのおっさんが近づいてきて、いきなりおっさん、あんたもおっさんだけどね。おっさんだけど近づいてきて、宮島さんって聞かれて、あれあれ、あ、親戚のおっさんかなと思って、あ、はいって言ったら、お酒抜いてんのって言われて、ジョギングしてるからそんなイメージついてんだ。番組頑張ってくださいって言われて、あ、そう嬉しいけど、嬉しい。メールも送って、メールもぜひお待ちしてますよウェブネームパニアコさんです。はい、やった、はじめまして、コザの裏側の大ファンです。はい、県外なのでいつもネット配信される火曜日に見ています。なるほど。県外の人間でこんなにこの番組を楽しみにしているのは多分私が一番だと自負しています。ほう。番組にメッセージを送りたくてコザウェブやら RBC やらに問い合わせたのですが、返信がなく今回の放送で分かってよかったです。返信がなかったの？そう、ちょっとね、どうなのこれ、そこもちょっと問題だよね。メッセージというのは、はいはい、以前の放送で、うん、ミキティが B カップだとか C カップだとかあると言っていた件なんですが、うん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 、信じがたいので、うん、証拠見せてもらえませんか、よろしくお願いしますってヘペロ。これ本当に興味あんの？いや、あれだってさ、 RBC にも小沢 M にも問い合わせしてるんで、うん、問い合わせしてるのはこのカップカップ数だけそう、一応そんなことなやと思ったけど、うんうん、いやもう、まあ、証拠っていうかさ、もうこればっかりはもう俺さ、事実は揺るがない事実なわけよ。何でもかんでも教えると思うなよ。あの、ね、想像力っていうのがもう日々欠如してるの、この人間たちは、この世の中。何これ、本当にね、こんなに頑張ってパニャコさん送ってきてんのに、想像力使って、うん、大体わかるだろみたいな。だからシーンジシーなの？シーです。マジ本当に、あそこのあの下着屋さんのお姉さんに聞いて本当に A からシーって言われたんだから、そうか、本当です。アンダーザシーやばい、テレレレテレテレテテって、はい、次次行きましょう、はい、ね、はい、こちらはさとみさんかな、さとみさん、東南植物楽園の白井さん、彼女さん募集中とのことですが、はい、いい人がいるので紹介したいのですが、どうすればいいですか白井さんじゃないでしょ多分、運転手の、そうそう、ね、あの方名前なんだっけ、あの方の、うん、ことを彼女が募集って言ったのね。だから簡単ですよ。
どうすれば東南植物学園に行ってください。そういうことです。ぜひトラムカートに乗ってね、憩いの場とか語らいの場でもさ、うん、その、 あのトラムカートの運転手のあのお兄さんいるでしょ、うんうん、乗ってこう植物の紹介しようと思ったら、はい、あの彼女、うん、まだいないんですか、ぜひ紹介したい人がいるんですけどってびっくりするよ ね、 ね間違いなく。あの第2第4火曜日の夕方ここで収録してるんですよ。はい、僕あのプレイヤーズカフェでね、そう、はい、彼呼びますからマジで呼んでくれんだ。そうそうそう。ああじゃあぜひその際にはじゃあまた自己 PR もしてもらって。あるしね。はい。でもまあとにかく東南植物楽園に行ってください。はい。はい、さあ続きまして、はじめまして、以前コザに住んでいたナイチャーです。今も変わらず沖縄の中でもコザが大好きです。このウェブを見つけた時は懐かしいとともに、また住みたいなと思ったりもします。だからこのウェブは必ず続けてくださいね。続けていただけたら、うん、毎週コザにいる妄想ができます。かっこ笑い。なるほど。年に一度は戻っているので、ぜひプレゼントを当てていただいて失礼、うんうん、プレゼントを当てていただいて、うん、友達とご飯行かせてください、うん、それではまたこれからも末永く番組が続けますように。ありがたいね本当。プレゼント、プレゼントが欲しいですというサブジェクトね、うん、当たるよこれすぐ。これもほぼほぼ当たりますから。ほぼほぼ当たりますよ。なんだろうな、この3枚のメールを読んで分かったことは、うんうん、内容が薄い。私たちはいっぱい発信してきてるよね。そうだね、今回50回目、うんうん、私のおっぱいの大きさだの、うんうん、そうそうそう、彼女を紹介してあげたいだの、本当にしょうもないな。もっと考えることがあるだろう、ね、いやまあメッセージいただいてるだけで嬉しいんですけどね。もうどしどし お待ちしております、はいはい、ほぼ100の確率で今のところ採用されますんで、うん、そうだね。これからもね、たまにこうやって、うん、送っていただいたメッセージ紹介しますんでね、大事ですよ。皆さん送ってきてください、お待ちしております。でもなんだかんだ今言いましたけどもね、うん、本当にね、ありがとうございます。ありがとうございます。末永くよろしくお願いいたします。桑井市長よろしくお願いします。